東京証券取引所では株価などの情報を配信するシステムにトラブルが発生し、朝からすべての株式の取引が停止しています。同じシステムを使う札幌証券取引所でも午前9時から始まる株式の取引がすべて停止となっています。復旧のめどは今のところ立っていません。札幌証券取引所には58銘柄が上場していて、企業や個人投資家などに大きな影響が出ています。